マジェスティックは1890年に建造されたホワイトスターライン所有の客船である。マジェスティックはハーランド・ウルフによって建造され、1889年6月29日に浸水した。その後9ヶ月間にわたって偽装工事が行われ、1890年3月にホワイトスターラインに引き渡された。姉妹船に テュートニックが存在する。1890年4月2日、マジェスティックは、処女公開を行い、リバープールニューヨーク間を6日10時間で公開した。ブルーリボン賞を奪えるほど十分な記録ではなかった。ものの、1891年7月30日から8月5日に、行った公開では、速力20.1ノットを記録し、西回り航路で、 ブルーリーボン賞を受賞した。しかしわずか2週間後に、姉妹戦テュートニックが8月19日に、速力20.35ノットを記録し、ブルーリーボン賞を奪われた。1895年、マジェスティックの船長が交代し、エドワード・スミス船長が、新たに指揮を取った。1899年に、ボーア戦争が勃発すると、マジェスティックは軍隊に徴用され、 ケープ植民地付近で軍事輸送船として1899年12月と1900年2月の2回使用されたが特に問題はなかった。1902年から1903年にかけてマジェスティックは再び船長が交代し改装工事で新しいボイラーが付けられた。その後はリバプールニューヨーク間の定期船として再び復帰した。 1905年、マジェスティックの燃料庫で火災が発生したが、損傷はそれほど深刻ではなかった。1907年、ホワイトスターラインの主要港がリバプールからサウサンプトンに移動し、同年6月26日、マジェスティックは初めてサウサンプトン港の設備を使用した船舶となった。1911年、 客戦オリンピックが就航すると、老朽化したマジェスティックは、定期航路から外され、バーケンヘッドのドックに係留されていた。1912年4月、タイタニックの沈没により、マジェスティックは補助として一時的に、定期航路に戻された。1913年10月17日、マジェスティックは遭難した、フランスのスクーナー、ガロンの救助に使われ、 1914年1月14日、最後の公開をした。その後スクラップにされたが、内装の一部が取り外され、事務所として現在も使われている。ありがとうございます。